お疲れ様です、吉田さん。過去は変えられないっていうことから、吉田さんはね、過去の意味は変えられるっていうことだったんですけども、私はその過去も未来も相対関係にあると思うんですよね。例えば幼い頃、それから成長期にものすごく痛い思いした。数値ができることではありませんけども、100のダメージを受けた時に、100のダメージを恐れて、それ以来100以下のダメージでいろんなことを切り抜けてきた人って、もう最高値が100になっちゃうんですよね。でも、過去に100のダメージを受けた。だけども、今こうしてね、社会に出て、1000や2000のダメージにさらされてきた人ってのは、あの時のダメージは何だったんだろうと。かすり傷だったなと。それこそ、あの時にはもう全てのことに絶望して、これ以上の不幸はないと思ったけども、鼻くそだったなと思えることによって、さらに大胆に1万2万のダメージを引き受けることができる、リスクを受けることができて、新しい措置の挑戦ができるのかなと思うわけなんですよね。今日ちょっとね、軽いエピソードがあったんですけども、実はね、中学の頃の一つ上のね、先輩がパン屋をやってるって話を今までしてきたんですけども、その方とね、今日ちょびっと昔話をして、ちょっと探りを入れたら、やっぱりね、ちょっとしたもんだったわけなんですよ。で、おそらく名前が残るほどのことはお互いにしてないんですけども、あれはあいつだったのかっていうことをお互いにちょっとね、そらんじるところがあって、さらにその先輩を通じて、もう一個上の先輩が中古車屋さんをやってるんですけども、今日そこに車検を出してきてね、その社長とちょっとだけ、昔話をね、本当に2、3個交わすことがあったんですよ。あまり深入りしてね、やぶへびになっちゃいけないんで、探りを入れたんですけども、やっぱりお前か、みたいなところがお互いにまたあってですね、なんか過去のね、いたずらっていうか、老いたっていうのも、今になったらすごくいい思い出だなと。ただし、真面目にその頃やってきた人にとってみたら、お前らグレてるやつが勝手なこと言ってんじゃねえよみたいになるかもしれませんけども、不思議なことに私も会社の経営者で、一つ上の先輩もパン屋っていうね、会社の経営者、その二つ上の先輩も結局は中古車屋の経営者をもう同じぐらいの20年以上30年ぐらいお互いにやっていてですね、なんか結局自立心独立心とか挑戦心っていうのはなんか最初からあって、それが途中から養われたりとかっていうものでもないのかもしれないなと、そう思ったらなんか生まれた時に勝負がついてるような気もするんですよね。なんかそう考えていくのも一つなんですけども、当時ね、もうやべえなと、これは将来なくなったなと思ったこともお互いあったんですけども、全然将来あったなと。あの頃に感じた危機っていうのは今の危機に比べるとまさにね、鼻くそだったかなと。ですので過去はこう相対的に変えられるってことは、あそこでおとなしくビビりながら生きてきたら本当にね、単なる更生したいい子ちゃんで落ちこぼれていたかもしれませんし、社会に出てね、ダメージを受けることを極度に恐れて挑戦しなかったかもしれないんですけども、やっぱね、もうこれは将来ないなと思ったところで、さらに大胆に進むようなところと、あとはね、どのぐらいの迷惑だったら取り返しがつくのかなっていう、そういったね、なんかこうせこい感情がお互いに渦巻いてたんでしょうね。結構なんかその後の行いによって取り戻せることは結構あったりするもんだなっていうのと、やっぱこうやりすぎたからこそやりすぎないように修正できるところとかね、なんかその振幅っていうんですけどね、上下の振れ幅なんですけども、それが随分扱いやすくなったんではなかろうかと勝手な解釈をして、当時迷惑をかけた方、本当ごめんなさいという気持ちがさらに募ったわけでございます。ということでね、過去は相対値が変えられるっていうことですかね。そのように返信させてもらいます。いってらっしゃい。